ありがとうございます。ちょっと待ってください。はい、全然回ってます。はい、はい、本日は私、アンナの生誕祭でございます。八坂ミューズ、もうさ、わかる、生誕、誕生日はまあ、自分の中でお祝いしてもらう日じゃなくて、その自分が周りに感謝する日だと思ってるので、もう本当に恐れ多い一日なのですが、本当に日頃の感謝を、まあ、自分なりに、まあ、ライブっていう形で音楽だったり歌だったり楽器の演奏だったりパフォーマンスだったりで届けれたらなと思ってますので、サックスはだから中学校の時からサックス3年間やってて、で今日そのサックスとプラスアルファ主歌手の曲を3曲ドラムでやるんやけど、ドラムは結構前かな、ちょうど1年ぐらい前にやってたんやけど、もう自粛があったからドラムのレッスンが全然行けへんくて、今が3月5日やんか、始めたのとかも1月ぐらいにドラムの先生に主歌手の曲やりたいですって言ったから、ほんまにマジで1、2ヶ月ぐらいでこの曲を仕上げたので、マジでちょっとやばいかもやけど、めちゃくちゃ練習頑張ってきたので全力で挑みたいなと思います。頑張ります。現場からは以上です。ライブ自体がすごく最近少ないやんか、シカシュン自体の、はい、うん、だから自分の好きなこともサックスとかさせてもらうけど、プラスもうなんかシカシュンでなんか時を過ごしたいなと思ったので、今回は今のこの時からシカシュンメンバーもずっと出ずっぱりで出てくれますので、お邪魔します。ごめんなさい、お邪魔します。6人のパフォーマンスをお楽しみください。自分の価値を自分であげるっていうのを目標に頑張っていけたらなと思っております。そんな1年にしたいです。行ってきます。おはようございます、ルナです。ということで、私は今日から3日間ドラマの撮影ということで、黒心理というドラマに出演が決定いたしました。ということで、今は朝の6時12分ということでね、結構早くて、まだお空も明るいわ、暗いんですけど、しっかり頑張っていこうと思います。多分この映像が皆さん見れてる頃には、いろいろ詳細がね解禁になってるとは思うんですけど、今ファンの人にも全然言えてない状況
ね、早く言いたいなって感じなんですけど、しっかり今日から撮影頑張っていこうと思います。後で向かいます。行ってきます。ということで本日ドラマ3日目です。最終日です。そう、1日目の朝に回して多分そっから1分も撮れてないんですけど、結構共演者の皆さんとめちゃめちゃ仲良くなって、もうみんなめっちゃいい人で、もうずっと喋ってみたいな、なんか結構同世代が多かったり、なんか共通の知り合いがいたりとか、なんか共通点が多い方たちがすごく多くて、すごく楽しいです。すごく刺激をもらう現場でもありますし、なんか緊張するかなと思ってたんですけど、なんかあんまり緊張もなく楽しく撮影できてます。今日が最終日なんですけど、まあ、ちょっと寂しいんですけど、最後までしっかり頑張りたいと思います。落ち着いたとは言えない中、こうしてこの場所を選んでこの時間を過ごしに来てくださって本当にありがとうございます。では早速ですが、オリジナル絵本聞いてください。道、リリリンリリリン、目覚ましの音で起きた朝、窓を開けるとすごい綺麗な太陽、もっと近くで見たいな。私は太陽を見に山へ行くことを決めました。僕には僕だけの道、みんなにはみんなだけの道。おしまい。やっぱり私がどうしても結構ポジティブじゃない方なので、周りと自分を比べてしまったりとか、うまくいっている子が、周りにいたら、うわ私もああしておけばよかったかな、こうしておけばよかったのかなって結構考えちゃうんですけど、でもマナの道はマナにしか作ってこられへんかったし、マナにしか歩いてこられへんかったし、それってみんな同じやなって思ってて、来てここに来てくださっている50人ぐらいの方には50通りの道があるし、今日自分が何をするかによって明日の自分の道も変わっていくし、それってすごい難しいけど素敵なことやなって思ったので、そんな気持ちを込めてこの絵本を作らせていただきました。ワンツーワンツースリーフォー、スタッフさんいっぱい来てて、絶対その見に来てるやん、トークをマジで気まずいから、ちょっと多めに笑ってもらえたりしたら今日は助かります。よろしくお願いします。ほんまに皆さんすいませんけど、結構マナちゃんもいじめてるよねみたいなイメージがあるみたいなんですけども、一切いじめてないし、なんならその普段プライベートの時間一番一緒に過ごしてるメンバーで、ほんまにプライベートの2分の1、生活の2分の1多分彼女と過ごしてるんですよ。それぐらい一緒にご飯食べに行ったりとか、オフの時間も共有してる仲なんですけども、
マナってね、なんかこう天真爛漫でふわふわで、なんか私と真逆の雰囲気持ってるじゃないですか。で、なんか羨ましいなって思うことがあったんですけども、2年ぐらい前ね、21歳、22歳ぐらいの時に、マナがちょっと仕事で、まあ、やらかしたというか、まあ、ちょっと先生に怒られるようなことが、事務所の方に怒られるようなことがあったんですよ、一件が。で、事務所の方が、まあ、家に帰ってからもこう LINE でやり取りしてて怒ってたみたいで、先生がね、もうマナほんまに今後はこんなことないようにしてねって LINE 送ったら、マナが頭をポコポコ叩いて反省します、ごめんなさいって送ったらしくて、先生がもうそれで LINE ブッチして、さすがに、さすがの先生もちょっとマナエグいなみたいな、マナその時まだもう21、2ですからね、その時にそれ送ったんですけども、やっぱマナの雰囲気ってやっぱあるじゃないですか。多分私が言ったらマジでボコボコいかれると思うんですよ、ほんまに。あんちゃんクビかもしれんぐらいなんですけど、まあ、マナやから許されて、可愛い雰囲気とか、ああいうふわふわした雰囲気羨ましいなと思ったんで、これからなんかね、始末書を書くようなことがあったら、そういう、そう、始末書ね、あ、すごい笑ってる、始末書書いたことあるかな、あの、始末書をね、書いたことがある人は、もうぜひ、あの、書くことがあるような人は、ぜひ、頭のポコポコ叩いて、反省しますって書いて許してもらえると思いますので、使ってほしいなと思うんですけども。はい、マナとエイワちゃんの合同ソロライブが終わりました。ちょっと緊張しました、私は。ほんまに正直。全然わからんかった。ほんまにしんどかった。ほんまに。気まずかった、ちょっと。めっちゃ面白かったです。すいません。でもほんまに良かったよ、マジで。ガチで見てたけど。ありがとうございます。なんか、楽しかった。天使おると思った。嬉しかった。なんか今日は、エオンちゃんはトークをメイン、はいはい、マナは、絵本朗読とピアノ弾き語りでさせてもらったんですけど、今日はなんか緊張したっていうよりもすごい楽しくて、ファンの方の顔が見れたことがまず嬉しくて、マナたちの大阪春夏秋冬としてもやけど、一人一人を愛して楽しみに来てくださってるっていうのがすごい嬉しくて幸せな時間でした。ありがとうございました。なんかまるで言ってたかのような顔をしてるから、ね、自分が言ったかのような顔をしてやってますけども、でもあのほんまにさ言ってくれた通り、なんかこうソロでねこう、うん、生誕でしかこういう自分がメインでこう何かするってなかったんで、こうやってソロイベントやらせてもらえてね、しかもまあ私の場合何も楽器もなければ歌わんという、なんかちょっとすごいよ、トークだけで。でもほんまにそのトークだけでやらせてもらえることがありがたいなと思いつつ、もっとね、あの頑張って第2弾もあるということなので、はい、これからも頑張って精進していけたらなと思いますので、ね、皆さんどうぞよろしくお願いします。お願いします。ではバイバイ。バイバイ。バイバイ。片付けてくるなるよ。